大関は中国民末新書の天国家である、新安易運派に新風を起こした。もともとはなお、東洋、寺を高志宿と言ったが、館大の大関院を入手したことにちなんで、大関と改名し、寺も飲酒とした。安記鉱山に生まれ、後にチャンスーロー東に住んだ。大関は、文、法の後継者として何神と継称される。 修了校の印人づてには、毛利をもって参ずる者は何、雪亮和平をもって参ずる者は、大印主とある。小辞や会員に対する知識と技能に造形が、深く、ひたすら会員を手本としながら福岡でなみずみずし、作風であった。特に演手院は、評価が高い。同郷の帝吉見引きりは、大関を、ほど水とと共に絶賛している。当時の名詞や、 大書画家の印はほとんど大関が国している。陶器商員、王子美民、文心王印などが確認されている。はじめ冬であったが、気ままな性格で、無駄遣いが多いことから次第に貧窮し各地を、有歴し、印を売って生活した。万歴42年、陳弘氏は、大関の刻印を集めて、陰布、法印再印式2巻を出版している。この、 大王も天国を良くした。また林さつきは大関から大きな啓発を受けている。ありがとうございます。